みなさんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、開幕から11連敗中の西部の高橋光成投手、27が今季残り試合の登板を回避する見込みとなったことが19日、わかった。前回登板した十日の日本ハム戦エスコンフィールドで左脇腹を痛めた影響が大きく、首脳陣は来期に向けて無理をさせない方針を示した。これにより、 獅子のエースは0勝11敗と未勝利でシーズンを終えることが濃厚となった。写真、まるで雑誌から飛び出してきたような着こなしの、ルーキーイヤーの高橋光成前回登板した日本ハム戦後に渡辺久信 GM 兼監督代行、59は、高橋はちょっと張りが出た。無理はさせなかったというとこと交番理由を明かし、翌11日に出場登録を抹消した。 ローテーションから外れて2軍調整が続いた右腕が今季残り11試合中に1軍登板する可能性を問われ指揮官は復帰は難しそう全然まだ投げられないと思うとの見解を示した昨年まで3年連続開幕投手 &2 桁勝利を収めていたが今季は苦しんだ2月の春季キャンプ中に右肩の張りを訴え調整が出遅れた 4月14日のソフトバンク戦で今季初登板を果たし、今季15試合に登板するも勝ち星に恵まれなかった。今月3日のオリックス戦では7回途中3失点で敗戦投手となり、パ・リーグのワーストタイ記録の開幕から11連敗。0勝11敗、防御率3、87。獅子のエースは、悔しいシーズンを糧に来季への挽回を期す。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。